痩せるために腹筋やプランク、有酸素運動頑張ってるけど全然効果が出ん。手足は気にならんけどお腹だけ気になる。上半身は細いのに足だけ太い。そういった方の多くは体幹部と体のラインが関係してるんです。腹筋だけではどうしても体幹が鍛えられなくて、プランクだけではどうしても姿勢の改善には物足りない。そこで今回はヤジロベイを応用した鳥腹筋を紹介していきます。立ってバランス取りながら腹筋鍛えるだけです。スマホ片手にできますんで一緒にやってみましょう。ヤジロベイご存知ない方は最後の画面に紹介してますんで、そちらも合わせてやってみてください。反る腹筋といえば膝をついて反る、立ったまま反る、これでも腹筋に確かに負荷がかかります。ですがちょっと物足りないんですね。これ実は片足でバランスを取りながら体を倒すことで両足よりもさらに倒すことができます。なおかつバランスを取るので足の裏の指の筋肉が鍛えられる、歩く際に使われる中殿筋や小殿筋が鍛えられるため体幹がものすごい鍛えられるんです。今回はこれをやっていきましょう。まずは片足立ちになってスマホ持ったまま体を反らす。お腹触ると硬いと思います。これでキープ。途中疲れるんで戻ってください。いきましょう。スタート。できるだけ足を上げて体を倒してみてください。これで前もものストレッチもできてるし腹筋も鍛えられてます。足の裏でバランス取ってるんで体幹が鍛えられてます。バランス崩したらね戻りましょう。頑張ってバランス取って OK。 うわバランスがいる。今度は反対です。同じようにいきましょう。スタート。これお腹にちゃんと効いてるのって思った方はお腹触ってください。硬くなってれば OK。 疲れたらね自由に戻ってください。できるだけ体を反らす。これはね足痩せにもすごい効果的です。なぜかというと足首と前もも腸腰筋がストレッチできてます。お尻にもね効いてます。効く。 OK。 結構バランスがねいりますよね。50分歩く効果がたったの2分で片足立ちというのは効果があるって言われてるんで歩くよりもおすすめ。今度はこのまま膝を曲げる。1、2、いきましょう。スタート。反ったまま膝を曲げることで下腹がね疲れてます。バランス崩したら戻って。楽なようで結構これきついですからね。格闘家がね使う膝蹴りのね要領です。反対足もね辛いと思います。頑張って OK。さあ反対足です。いきましょう。さあバランスがねいるけど頑張ってみて。お腹触ると分かります。かなり力入ってますからねこれ。足上げるのマイペースでいいですよ。バランス崩したら足ついて。おバランスいる。オッケー。よっしゃ。ちょっと腰回してください。よっしゃ。今度は反ったまま両足上げ下げ。いきましょう。スタート。体を後ろに倒したまま足動かすと下腹使えてます。ついてる足のね股関節の方がね。伸びて痛いかもしれないけどこれはね足痩せには効果的なストレッチですから問題なく行ってください。効いてる。お腹プルプルする。よっしゃよっしゃ。今度はね今の上げ下げで体をひねる。いきましょう。スタート。体を後ろに反したままひねる。これもね、格闘技に使われる膝蹴りと一緒、瞬発的にね、出すには腹筋がすごいいるんで、動かすのはゆっくりでいいですよ。上体反らして、体を回しながら、
オッケー。だいぶね、バランスが取れると思います。今度はまっすぐ立ったままで、足をね、いろんな位置に動かして、バランス取りましょう。スタート !30 秒。今、体反らしてバランス取ったんで、まっすぐの状態がすごい楽に感じますよね。いろいろね、足を動かして、手も振ったりして、片足だけでバランス取っていきましょう。これがね、ヤジロベエの動きになりますが、これはね、片足立ちで1分やるだけなんですが、 OK。 よし、ラスト反対です。いきましょう。最後、手足振ってバランス取るだけ。体っていうのは振ったら反対側に戻そうって力が働くんで、あっちこっち振るとね、すごい筋肉が使われます。特に不規則に動かすとね、すごい筋肉がね、バランスよく使われるんで、歩くよりもおすすめ。腹筋だけとかプランクだけよりもおすすめ。 OK です。できれば2日に1遍が目安として動画を見ながらやってください。